じゃあ、いきます。よっしゃ、行きましょうか。ミヤニッシュのミッドナイトシスターズ。いやいや、皆さんこんばんは。宮西由美のミッドナイトシスターズ、1週間のご無沙汰でございましたけれども、お元気でいらっしゃいましたでしょうか。お相手は私、帯獅子ハンダイと MC グマンでーす。イエーイ。どうもどうも。いやいや、お姉さん、先週はご苦労様でございました。いや、あんなに盛り上がるとはね。ライブ配信やっぱ盛り上がりますね。開いてるかわかんないですよ。いるかわからないって言ってる段階で、これライブ配信前に収録してるっていうのがバレてしまう。予定空いてるかもさ、見てないから何とも。そうね、まあ、ちょっと予定後でちょっと合わせましょうね。なんやかんや言うて、まあ先週ライブ配信やったとしても、これ191回目になるわけでしょ。見えてきましたね。見えてきましたね。あとだから9回やったら200回ですよ。やばいっすね。やばいっすね。そんなやってたんやと思いますね。まあ継続は何の力になってるか分かんないですけど。そうっすね。ね、いやでも皆さんのおかげですよ。もう本当になんか、まあ、ありがたいっすよ、ね、本当に。こうやってコツコツやらせていただいて、何言ってるか分からへん、何のこと喋ってるか分からへんような内容の番組内容でも200回近くやってくることができたっていうのはね、応援してくださって皆さんのおかげでございますんで、皆さん本当ありがとうございます、いつも。そしてまあ今後ともね、どうぞよろしくお願い申し上げます。お願いします。まあ、あの191回目になるんですけれども、どうですか、200回目に向けて。いやー、だからまあ年末のイベントをね、まずいい感じで着地させてですね、まあ、来年はね、いろいろ打って出たいですね。お、いろいろ打って出たい。打って出たくないですか。いや、打って で出れるもんなら打って出たいですね。方々ね。そう、はい、いや、あのね、師範大もね、たまたまですけど9月にほら立て続けに道場ね、4か所でやらせてもらったじゃないですか、うん、その時に、まあ、九州が宮崎と福岡とやらせていただいて、うん、やっぱ地方の方々がすごくそういうのを待ち望んでるっていうのをすごくエネルギーを感じましたね。あ、うん、行く先々でやっぱりそういう、皆さんがすごい、待ってくださってるっていうね、すごい感じて、まあそのたまたまなんですけど、今回スケジュールが空いてたので前乗りさせてもらって、で一泊して、で次の日プライベートレッスンちょこちょこっと挟んで道場やらせていただいてっていう風にしたんですけれども、前の日の晩から皆さんね、前夜祭にたくさん参加してくれるんですよ。宮崎も福岡も、まあ、お酒飲みながらご飯食べながら中馬談義をしていてですね、でやっぱりそういう情報をすごい求めてらっしゃる。あ、ね、こんな風に、まあ、情報社会になってるじゃないですか、まあ、いわばこれもね、この配信もそうですよね、うん、こうやって、ね、ネットで YouTube を使ったりして動画で配信させていただいたり、 SNS で配信したりして、どこに住んでてもね、いろんな情報がゲットできる世の中になってきてるはずなんですけど、やっぱりそういう生身の情報を皆さんすごい欲してるんやなっていうのはすごい思いましたね。でもやっぱ特にチューバって生で聞いて一番こう、なんていうんですかね、ライブで触れてより良さが分かる楽器の、どの楽器もそうだと思うけども、やっぱ分かんないですよね、チューバの音って。所詮なんかの媒体を通してでは、そうですね、その うん、マイクで拾った音でイヤホンで聞いてっていうような、ヘッドホンで聞いてみたいな感じで聞いてても、まあもちろんね、素晴らしさっていうのは伝わったりするんかもしれないですけども、こう響きとかやっぱ肌感覚で体感できるかっていうと、そうそうそう、ちょっとやっぱ違いますよね。ちょっと違いますね、やっぱ振動の直接伝わる感じとかっていうのは、うんうんうん、しかもやっぱりね、そのこの間もいわきで経験されてね、したと思うんですけども、やっぱり皆さんとその同じ空間で一緒に音を響かせたり、同じことをやってみたり、うん、まあ、もしくはそのやってできなかったこととかを、例えば後で時間があるときに質問しにね、来てくださったりして、それに答えたりしてっていう、うん、そういうことが生のその場でできるっていうのは、やっぱりその空間だけですからね。そう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 。いやー、だから我々を少しでもこう
押してくださってる方がいれば、そうですね、そうですね、そう飛んできますんで、もちろん自分たちでやっぱりマイナスにしながら行くっていうのは難しい部分はあると思うんですけれども、まあ、そうですね、うん、はい、なので行く先々で人が集まってくださって、まあマイナスにならなければならなければ、うんうん、ちょっと考えさせていただきたいなと思いますんで、地域の方々で皆さん集まってもらったらこれぐらい人数は集まってくれると思いますっていうような算段をできて、うん、我々をこう招いてくださるっていうところがありましたら、うん、まあご連絡いただきましたらね、市販台でも構いませんし MZ 教官でも構いませんので、まあ、ご連絡いただいたらそこでちょっとね考えさせていただいて、はいはい、ね、我々としてもできるだけちょっと動いてそういうことができたらなと考えておりますので、うん、今年はちょっと年内はねそのイベントごとがまだ12月に待ち構えているのでちょっとバタバタしてると思いますけど、はい、年明けてそういうことをねちょっと考えていきたいでしたね。そうそう、ちょっとなんかつながりをね増やしていければなと思いますね、うん、道場ほら行く先々のライブ配信、この間も宮崎もそうですし福岡もそうですし、ライブ配信させてもらうじゃないですか、はい、でよくやプロの方々からああいうライブ配信とかしてたら現場に集まってくる人がいなくなるんじゃないのっていう話をよくされるんですよね、同業者の方々から、うんうん、逆にねああいうライブ配信を見てその現場で生で体験してみたいっておっしゃる方々がたくさんいらっしゃるんで、あ多分、はいはい、これね見てくださって道場経験者の方々が多分そう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 みたいな感じでチャット欄でねたくさん書き込んでくださってると思うんですけど、そうだからああやって配信してるのでそれで見て満足する人も中にはひょっとしたらいらっしゃるかもしれないんですけど、うんうん、でもそこで満足するだけじゃなくてやっぱり本当に欲してらっしゃる方々っていうのはやっぱりそこに参加したい、うん、現場でねそういう生の空気感でそういうことを体感したいって思ってらっしゃる方々がたくさんいらっしゃると思うんで、まあそういうことをね継続してどんどんやっていって展開して広めていくっていうのも我々のプロの仕事かなとも思ったりもしますんで、そうそうそう、うん、ね、そういうこともこれから先ちょっと考えて展開していきたいなと思いますね。まあ我々結構垂れ流してる方ですからね思いっきり垂れ流してるよね思いっきり垂れ流してますからね我々ここまで垂れ流すプロも珍しいなかなかいないと思いますねそうだからこうやって配信でねこうネタがないとあかんなと思って MJ 教官とよくこうちょっと今回これについて話しようかとかって言って言うんですけど、うん、いやちょっと垂れ流しすぎじゃないですかとかって言ってよくね怒られたりしますからね結構垂れ流してますよね我々はね節操がないぐらい垂れ流してますからね。そう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 、そう、でもその結果がこうやって皆さんとねつながってたくさんの方々にねこうつながっていただけてるっていう風にね、これがまあ証拠だと思いますんで、まあここから先だけ皆さんに還元していくつもりでこうちょっとそれもね頑張ってまた展開していきたいなと思ってますんで、ぜひ宮西しおみの方よろしくお願い申し上げます同じですてな感じ で, はい、ね、もう今週これ191回目ですけれども、191回目のブンブン言っときましょうか。行きます宮西しおみのミッドナイトシスターズでした。皆さんありがとうございました。おやすみなさい。いーとえいー、まあでもやるとなったらやっぱり土日になっちゃうんで。そうなんですよね。ねえ、やっぱりその辺が結構難しくってね、はい、まあ、オーケストラもやっぱり土日の方が結構入ってきますからね。まあ難しいかなそうだからあんまり欲張りすぎないで、そうですね、お互いにここの土日は使おうかっていうところを決めておいて、まあ、お声掛けがあったところでいけそうな算段ができたらちょっとそういうふうにやると、まあ、そういうことをねやっていけたらなと思いますね。あ、もう僕打ち合わせのつもりだったんですけどエンディングまだちゃんと最後まで終わってへんからね言ってください。あ、言ってください。はい、じゃあ皆さんまた来週